はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算11日目ということでリメイクバージョンです。で、リメイクバージョンは、まあ、11日目までにしようと思っているので、次回からは最新バージョンになりますのでお楽しみに、ということで始めていきましょう。カッコ1が湘南白百合学園中学校、カッコ2が高槻中学校、カッコ3が灘中学校からの出題です。今回のオレンジ先生タイムは4分9秒ということで、まあ、いつもよりかは時間がかかっているなという感じです。これを参考に制限時間は7分にしたいと思います。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。よろしくお願いします。板書、問題データが欲しいという方はぜひオレンジメンバーレベル2というメンバーシップ制度をご検討ください。それでは白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見ていきましょう。ドン。カッコ1が5分の4、カッコ2が 2.01、カッコ3が42でした。いかがだったでしょうか。それでは解説していきます。はい、まずカッコ1番からですけれども、計算順序ですね、間違えないようにしましょう。まあ僕はこういう風にね、逆トーナメント表を書いております。はい、まあ逆算していくわけですけれども、まあ9足す 0.8 はそのままでいいかな、 9.8 なんだけれども、この 2.25 っていうのはね、これも暗記事項、2と4分の1ですから4分の9とできます。そうすると4分の9を使いたいわけですから、 9.8 っていうのは分数化しましょう。僕はもうそのままね、10分の98という形にしています。10分の 98 かける9分の4で45分の196ですね。で、まあこっからちょっとね、数字が汚くなるんですけれども、まあ頑張って45で通分していくと、最終的には30分の31になって、綺麗な30分の24、つまり5分の4と綺麗な約分になると。だけどまあ途中でね、汚い数字が出ても、あれ間違ってんじゃないのってまあ思う気持ちもわかるんだけれども、ちょっとね解き進めてみると、最終的には綺麗な数字になったから、あ、よかった、合ってそうだみたいなことになるわけですね。はい、それでは次の問題いきましょう。カッコ2番。はい、この問題地味にね、工夫が難しいです。普通にね解き進めることも当然できます。 9.24×1/6 をしてそれぞれのブロックを計算していくことも可能なんですけれども、実はこの中にはですね、工夫が施されていて、それは何かっていうと結合法則なんですね。で、よくよく見てみると、この波線で書いたところ計算してあげると、まず左ブロックそのまま1/6で、真ん中のブロック 0.5×1/3 って書いてあるんだけど、 0.5 って1/2って変換できるよね。で、1/2×1/3を計算すると、それ結局1/6なんだよね。で、右のこのブロック1/2÷3って書いてあるんだけど、この÷3っていうのは結局×1/3だから、結局1/2×1/3になって、最終的には1/6になると。ということは、実はこれ3つのブロックともに1/6が隠されてるんですね。だから真ん中のブロック、右のブロックは、その1/6がちょっとこう分けて書いてあるというかね、まあ、ちょっとこう見つけづらくなっていると。だからこのね、1/6の結合法則を見つけるっていうのはかなり難しいと思います。だから、解いてる時に1/6で結合法則気づいた人は自分のこと褒めてあげてください。素晴らしいと思います。はい、ということで、まあ、式にしてみるとこんな感じ。1/6で結合法則を取ります。左の部分が 9.24、 真ん中の部分が -3.83 で、右のブロックが +6.65 という風になると。で、まあここの計算はね、もう何でもいいんですけれども、まあ一応ちょっと計算しやすいように計算してみると、足すの部分だけ先に足してみましょう。そうすると 15.89 になります。で、 15.89 から 3.83 を引くとね、まあその繰り下がりがないと。 9.24-3.83 というのはね、ちょっと繰り下がりがね発生する計算になるので、まあ若干ね暗算ミスが発生してしまう可能性があるので、僕は先にねこの足し算の方を計算しています。ということで、まあ 12.06、 あとは 12.06 を6で割ればいいわけですから、まあ12も6もね、6の倍数ですから、かなり暗算しやすい数字になっているでしょう。答えは 2.01 でした。さあ、カッコ3番見ていきましょう。カッコ3番ね、ちょっとめんどくさそうな見た目をしていますが、一個一個ねちょっと解いていきましょう。まずはちょっと計算順序を間違えないように、逆トーナメント表ですねを組み立ててあげて、で、まあどっちからでもいいですが、まあとりあえず計算できるところからしていきましょう。2分の1足3分の1をして、その次足す7分の1をして、で、それ以降は四角があるからできないから一旦ストップ。で、右側はね完全にもうこれ四角ないですから、一個一個計算していきましょう。20分の9で足す6分の1して60分の37で、割る2分の37をして30分の1、まあ、そんなに汚い数字ではないですね。で、これを左側に引っ越しして、30分の1かける7分の200をして、で、まあ最後ここですね、42分の41引く21分の20をすると、まあ42分の1ってなって42を答えると。まあだから7の問題にしてはそこまで数字が汚くないですね。まあだから7の問題にしては簡単な方だと思ってください。7の最近のね計算問題はかなりややこしいですからね。まあ数字自体がかなり大きいものになりますから、これは7にしてはかなり簡単な方です。ただちょっと注意したいのは、あくまで聞かれているのはここの分母であるということですね。ですから42分の1と答えては×42と答えなければいけないということです。はい、僕は4分9秒でできたんですが、皆さんはどれぐらいでできたでしょうか。よろしければコメントで教えてください。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。よろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録までの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。